元皇居のエアコン担当の秋兄です。本日お送りするのはエアコン工事の相場についてお話をしたいと思います。ここで言うエアコン工事の相場っていうのはルームエアコンの壁掛けタイプについてのお話になりますので、家庭用のエアコンでも天井につけるタイプだったり業務用のエアコンだったりっていうものは除外されますのでご注意ください。壁掛けのルームエアコンと言ってもそれだけでもね、選択肢って実は幅広いんですよ。なのでここでは標準工事の相場感というものについてお話をしていきたいと思います。標準工事の内容、主にポイントは5つ。1つ目は室内機と室外機の配管が4メートル以内。2つ目は室外機はあくまでも床に置く、地面に置く。そして3つ目は配管カバーを用いずにテープ巻きで処理をする。そして4つ目は入れ替えではなくてあくまでも新設。そして5つ目はエアコンの専用コンセントが設置予定場所の近くにある。この5つを満たしている内容が標準工事と思っていただいてもいいと思います。ですから量販店などでエアコン設置費用込みって言われている場合がこの標準工事に当たると思ってください。なのでアパートやマンションでお部屋のすぐ外のベランダだったり地面に室外機が置かれている、で配管が最短距離でまっすぐ降りている、あのイメージが標準工事の仕上がりだと思ってください。ですから今の段階でね、標準工事からはみ出る、例えば4メートルじゃ収まらない配管のカバーつけてほしいな、室外機の設置場所実ははしご登っていかないといけないんだよねとか、そういうような標準工事から明らかにはみ出てるなと思った場合には事前に現場の下見をしてもらうようにしてください。また標準工事に収まっているなと思っても何を見落としてるかわからないので、室内機の設置予定場所、その専用コンセントも含めてね、映るようにして、でまた室外機の設置予定場所、またその室内機と室外機の大体の配管距離などを分かるような状態にして量販店さんとかの店員さんにね、相談してみるようにしてください。そういったことを注意していただくことを前提にですね、標準工事の金額の相場についてお話をしていきたいと思います。まず8000円以下でやるよって言ってくださる方がいらっしゃったとしたら、これね、ちょっと要注意だと思います。いわゆる安すぎるっていう感覚になってくると思います。作業にかかる所要時間を考えていくと、その金額でエアコンをつけていたら本来だったら追いつかないはずなんですよね。材料費だけでも標準工事でね、大体ねもう5000円近くはしてくると思うんですよ。でそうなってくると、ね、その差額をイメージしてみてください。一体何台その日のうちにつけなければいけないんだろうなって考えると、ちょっとそれ安すぎるなってお分かりいただけますよね。そうなってくるとね、削っちゃいけない作業の項目を削るとかね、起こさなくてもいい失敗を誘発しやすいんですよ。だって急ぎ仕事になっちゃうわけですから、雑になっちゃうわけですから。ですから8000円以下っていうのはちょっと安すぎだと思っていただいていいと思います。で1万2000円までであれば安いですねっていう金額価格帯になってくると思います。で1万2000円から1万9000円あたり、このあたりがいわゆる標準と言われてくる金額になると思います。8000円、1万2000円と刻んできて、なぜここで1万2000円から1万9000円って幅なんだって思われるかもしれませんけど、やっぱりね、地域によって価格帯がね違うんですよ。やっぱりどうでしょうね、その地域地域によって大体のその価格帯が合わせてるような印象ってね、やっぱりねあるんです。同じその標準工事をとってもね、例えばその静岡県でも東部、中部、西部って分かれるんですけど、その中でもね、東部と中部と西部で料金ってね微妙にね違うんですよ。業者さんがね設定する価格って、僕たちの場合ね、神奈川だったり愛知だったり、それこそね東京だったりと、近隣にもね作業に行こうとしていくと、やはりその地域地域でね確認してみると、いわゆる標準工事と言われてる金額もね、ちょっとね相場感があります。なので各皆さんがねお住まいになってる地域の何軒かにね聞いてみていただければ、大体標準工事っていうのはそんなにねズレがない
ケースが多いと思います。なのであえて今回12000円から19000円が一つの相場ですよって言ったのは、その地域によって幅があるので、ちょっとそのあたりは地域の相場感というものを参考にしてみるようにしてください。でさすがにね、19000円よりも多くなるってことになってくると、標準工事っていうものに限って言えば、やはりねちょっとね高いかなっていう気はしてきます。なのでそのあたりをまずご注意くださいっていうこと。それとね、明らかに安い金額の場合っていうのは作業のクオリティを下げざるを得ないですねっていうことがあるんですけど、高いイコールいい仕事をするかっていうことになると、そこはね必ずしもイコールではないので、よほどね皆さんが信頼を置ける地元のエアコン設備会社さんだったり、あとは後から苦情を言えばね、ちゃんと対応してくださる大手の量販店さんはとりあえずね別として、値段だけを見てとかね、どこの誰かわからないような人にお願いをするってケースはちょっとねやめた方がいいんじゃないかなと思います。まあどこの誰かわからないって言ってもね、いきなり訪問販売でピンポンでエアコンつけますよって来ることはないと思うんですけど、飛び込みでね電話をかけてただ聞くで安いからそこにするとか、例えばこの時期でもすぐ来てくれるから高いけどお願いするってことになると、やっぱりね悩ましいんですよ。特にこの夏の時期っていうのは、基本的にはですよ、あくまでも基本的にはきちんとした仕事をしている人たちっていうのはそうそう体空いてないんですよ。なので足元を見るとかね、安かろう悪かろうになっちゃうところをつかまないように、そこは気をつけてください。ここはねやっぱ理想を言えば、この夏場に入れ替えをするんじゃなくてね、時期を外すことによってきちんとしたところになるだけお安くやってもらうってことが一番理想は理想だと思います。ただとは言ってもね、この時期にやらざるを得ないんだからしょうがないじゃないかっていう、皆さんのために先ほどのお話をした相場っていうものを把握した上で、ちょっとそれよりもお高いなっていう時には、なんとかねその地域の14000円なのか16000円なのかね、その地域によってちょっと変わるかもしれませんが、そのあたりの金額でやってもらえないですかっていう交渉をしてみるように話をされたらいかがでしょうか。明らかに安いのは金額云々の質云々の前に本当に、ね、本当に気をつけてください。後で泣きを見るのは結果皆さんになっちゃうんですよ。例えば変な話、ちょっとくらい手を抜かれて作業されても、その場ではね動いちゃうケースやっぱね多いんですよ。ただエアコンの次のその故障までの期間とかね、あとは重篤なトラブルに見舞われるケースはね多いんですよ。だから最初につけてもらうときにきちんとつけてもらいたいなと思うので、そこは本当にとにかく安かろう悪かろうに飛びつくのはダメですよっていうことと、足元見て高いものを請求してくるところはちょっとねどうかと思います。なのでできれば皆さん方の地域の相場に近い金額でね、この時期であろうともちゃんとやってくれる業者さんにうまく巡り合って、あとあとねトラブルがより少ない状態で快適なエアコンライフを味わってもらいたいなと思うので、今回はちょっと相場感っていうものについてお話をさせていただきました。なるほどな、ちょっと気をつけてみよう、了解したよと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のアキニでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。